はい、FM 流進堂 DJ の流進です。そうなんですよ。それでやはり僕未だにですよ、僕がその幼少期の頃に夢見ていたでっかい花火を打ち上げたいっていう、そういうふわっとした夢をまだ叶えられてないんですね。で、まあそんなね、もう36のおじさんですから、現実見ろよって話なんですよ。もうそんなね、夢見てる場合じゃないんだと。そうじゃなくて、まずお嫁さん見つけて結婚して子供作って、で子供を育てなさいって話なんですよ。自分のね、子孫をきちんと残して真っ当に生きなさいってことなんですよ。でその子育ての中で自分を磨いていけばいいし、その中でやりたいことも実現していけるように頑張っていけばいいんですよ。だけれどもやはり未だに10代の頃のね、あの頃の、そして小学生の頃の、まだ10歳にもなってなかったです。あの時はまだ9歳ぐらいの時でした。何か大きなことをしてみたいというね、ふわっとした夢を持ってて、そしてその黒柳徹子さんがテレビ番組の中でね、あのアフリカのその飢餓で苦しんでる子どもたちを見て涙を流して、泣いていた。あ、自分も何かこう人の役に立つようなことをしたいな、自分も何かこう世の中の役に立つようなことできないかなっていうふうに思ってから、もうね、30年近くは経とうとしておりますけれども、僕は何か一つでも成し遂げることができたんだろうかということを未だに思うわけですよ。もちろん今でもね、自分のその小さな筋ですよ、自分の筋を通すっていう言葉がありますけれども、やはり自分の中でこの一つの一貫性というのを貫きたいという思いもあって、未だに美術は続けてます。ただもうこれはちょっと自分でもね、情けないなと思う時もあるんですけれども、なんかこう意地で続けてるような気もしてきてしまうんですよ。もうその意地で続ける、なんかなんていうのかな、こう自分でももう正常な判断ができなくなってしまってて、こう自分が好きで美術をやってるんじゃなくて、美術にすがってるんじゃないか、もしくはその僕、美術を続けている自分、要するに美術をやってない時の自分っていうものに対して耐えられないんじゃないかっていうような思いもしてくるわけですよ。そしてまあ今は美術家としてはその第一線で活動しているわけではございません。今自分が第一線で 何かこの 美術分野の中で第一線で何かこう活躍できてるのかどうか、もうそこら辺も考えると、まあどんどんね、辛くなっていくわけですよ。じゃあその数字的に何かね、成功したのか、もうそこもよくわからない。あのエコダユニバースも続けてますけれども、やはりそのだんだんね、何年も続けていくと、続けていくことにも意味はあるんですけども、どっかでこう広げた風呂敷をね、きちんと最後畳むところまで綺麗に やらなきゃいけないなっていうふうに思うと、結構いろいろなところで無理が生じてくることも分かってきまして、やはりそういう一つ一つのこう自分がしてきたことを最終的にちゃんとこう回収できるのかなっていうことが、すごくこう日々の中で疑問として出てくるんですよ。でちょっと話戻します。あのまあなんかこう話してると暗い話題になっていくようなね、聞いてる人にとってあんまり面白い話じゃないかもしれないので、ちょっと話題ずれます。この11年間デジを振り返ってみて思うんですけれども、
結構僕デジオを始めてからデジオ仲間っていうのができたんですよね。でそれがもう始めて3年目ぐらいだったかな、4年目ぐらいだったかな、そんぐらいだったような気もします。でなんていうのかな、最初ずっとこう一人で続けて、やっていたと思っていたデジオが、気がついたらいろんな人もいろんな場所でデジをやってたってことを、まあ後になって知って、それからいろいろなデジオ仲間っていうのができて、まあ一緒にその仲間たちとラジオ収録 を取り合ったりとかね、そういう遊びをしてきたわけですけれども、まああるトラブルというか、ある事件をきっかけにね、僕はその仲間たちから一切、背を向けて一人で生きていくことを、まあ、決めて、それからまたずっと一人でデジをやってるんですよ。だから今デジオ仲間っていうのはもう今は僕の周りには いません。ただそれとは別のね、人間関係の中でいろいろな人にゲストに来ていただいて、時々ねそういうゲスト放送とかも、やらさせていただいていますけれども、なんだろう、その時に僕はすごい孤独になったんですよ。一人でデジをやってるっていうことに対してすごく孤独になったことがあって、やはり他のデジオの放送 の番組聞いてると、まあキャッキャキャッキャしてるわけですよ。そのデジを取り合ってる人たちは今でもね、デジを取り合ってたりしてると思うんですけれども、ちょっと最近そういったところから今離れてしまってるので詳しくはわからないところもあるんですけども、やっぱりすごくキャッキャキャッキャしてるわけですよ、取り合って。でそういうところから一人で離れて、まあ無人島生活みたいなものをデジオ業界の中で始めるわけですよね。ですごくそれが孤独だったんですけれども、孤独っていうとちょっと言い過ぎかな、まあもともとデジオって一人でやるようなところもありますしね、ちょっとこう静かになったなみたいなね、感覚があったんですよ。自分の周り静かになっちゃったなみたいなね、感覚があって、でもそもそもで言うと、まあ、この美術家としてね、生きていくこと、そしてデジオを続けていくときもそうですけれども、結局は一人なんですよ、人間って。で、その一人であることを忘れるために、その孤独を紛らわすために、たまには二人になってみたり、三人になってみたりっていう、まあ、その、イミテーション行為をしてみるわけですよね。でもちろん例えば結婚したりねすると、まあ決して一人じゃないっていうようなことにもなってきますけれども、ことこのものづくりに携わっている業界の人は、特にその一人の時間、一人で何かをするっていうことが非常にこう重要になってくるわけですよ。ちょっと話次回に続きます。おやすみなさい。